何それ、追いかけてきた結果は人参？ふざけんなし。日本に戻ってヒューリー博士、ヒューリー博士を呼んでこよう。どこよヒューリー博士。とりあえず日本にワープせんといかんのやね。この切り替えてさ、動かしていくのめんどくさいよね。それを言ってしまったらおしまいなんだけれども、よし。あ、てかやっと使えるようになったんや。ジャパンの桜ニュータウンにある時計屋にワープしますか。ワープする。そしてヒューリー博士はまだ入院中。さあウサピョン、早く博士に会いに行こう。まずは博士が入院していた福来た病院へ行ってみるがに。ということはポケット音外が活躍してくれるみたいやね、福来た病院。いやー楽ちんだわー。運外今日役に立ってるよ。よし、なんか人がいっぱいおる。おばあちゃん元気そうだったね。おばあちゃんのお見舞いに来とったんや。ええ、そうね。きっとすぐに良くなって退院するわ。それはよかった。よし。あっという間に到着。2階。え、なになんかおるやん。なに、どこどこどこ。こっち？この辺？何がいるの？特に何かが動いている感じはないけど、ここ？お、謎の盾札。謎の盾札を見つけた。こんなところにまで。この妖怪、誰だ？1、ナース服がお似合い。1、病院のアイドル的存在。1、得意なことはなめなめ治療。何やったっけこれ。なめこナース。傷なめこ。そんなんじゃなかったっけ。ナース、傷なめこ。ああ、どうやったっけ。とりあえず傷なめこにしとこう。あ、待って、ちょっと。カタカナか。ナースってついとった気がする。違うかな。私これさ、プニプニで使いよったんよね。め、こ。どうすか？キズナース。忘れた。忘れた。でも、姿は思い浮かんどるよ。そんなんどうでもいいやろうけど。さあ、じゃあ、博士のところへ。博士。まだいるの？博士、ヒューリー博士、実はちょっとお願いが。うるさいな。って、あれ？博士がいないんですけど。ベッドも綺麗に片付いちゃってるし、一体どういうことだに？いや、退院したんだろう。どうしよう。あれだけ自信満々に博士を呼んでくるってみんなに言ったのに。このままダメでしたーって、とかで帰るわけにはいかないよね。とにかく博士が今どうしているのか、誰かに聞いてみるだに。そうだよね。諦めている場合じゃないよね。よし。博士がどこに行ったのか、知ってそうな人に聞いてみよう。ひとまず、この病院の受付で聞いてみるだに。よし。まあ、そりゃあね。ん？診察中？診察、改札中。みんな結構お見舞いの人とか来とるね。あの、ヒューリー博士は、どうされました？あの、201号室にいたヒューリー博士なんですけど。ああ、その方でしたら昨日退院されましたよ。あ、でも結構長い間入院しとったんやね。退院？ええ。もしかして博士、もう USA に帰っちゃったってこと？いえ、まだしばらくは USA へ帰らず、こちらでゆっくりされるみたいですよ。あっぶねえ、ギリギリセーフ。いや、向こうに帰っとっても別にワープで行けるけどね。あの、私、ヒューリー博士とどうしても会わないといけないんです。博士が行きそうな場所とか、何か心当たりありませんか？そうですね。ヒューリーさんの行きそうな場所。
あ、そういえば。なんです、なんです？ヒューリーさん、入院中よく外出許可をもらって、そよ風ヒルズの氷炭池博物館に行かれていましたね。もしかしたらそちらに。氷炭池博物館ですね。ありがとうございます。あゆな、氷炭池博物館に急ぐだに。おう。まあ実際やったらこんなの。個人情報ですので、とか言われて教えてもらえんねやろうけどね。最近そういうの多すぎん。いやまあ、いいことなんやけどさ。ね、実際、ひょいひょい情報を教えられても困るけど、でも危険区って困ることもなんか結構多いよね。なんかあっこに妖怪が。ちょっと待ってね。はい。私恒例の寄り道しまーす。ん？導き。待って。さらなる寄り道が。はい、すいません。導き。どこへ行くの？どこへ行くのよ。おい。この辺？何が出るかな？なんでしょう。人参を手に入れた。何それ、追いかけてきた結果。人参？ふざけんなし。でもってこれも気になった。ガード万歳を手に入れた。何それ、まあ、とりあえず、守りがアップするのだろう。そして、この辺に何かしら。お前かい。お前かい。はぁ、あ。さあ、じゃあ行こうか。ヒューリー博士のもとへ。あ、そっち、あ、こっちって行ったことないよね。はっ。うわ、今まで何回も氷炭池博物館を訪れよったけど、こっち一回も来たことないわ。へぇー。考える人とかある。あー、なにこれ、すげえ。あー、楽しい。楽しい。絶対楽しいやん、これ。できる、できる。は、顔が入れれない。なんてことよ。ち、飛び盛りみたいにはできないのか。んで、どこって？あ、いた。え？違くね？何かな？あゆな、この人間は確か博士の。うん、ヒューリー博士の病室に来ていた人ですよね。どうして君が博士のことを。博士はどこですか？私たちどうしても博士に会わなきゃいけないんですけど。ああ、USA に帰るためさっきまで一緒だったんだが、この国を去る前に立ち直るきっかけとなった場所へ行っておきたい。と言って一人でどこか行ってしまわれたんだ。大森山？博士が立ち直るきっかけになった場所。それってもしかして、きっと大森山だに。うんうん、そうだよね。そうに決まってる。君、一体誰と話しているんだい？そこんとこは気にしないでください。とにかくありがとうございました。あゆな、大急ぎで大森山へ行ってみるだに。うん、大森山へゴーゴーゴー。なんだ？随分と変わった子だなぁ。てか実際そんな独り言を言いよるやつがおったら不気味すぎるけどな。ゴーゴーゴーとか。どの辺に行ったら近いんやろ。近いとこ。どこに行っても遠い気がするな。じゃあ、はぁ、あ、全然違う場所へ。Bボタンを押したつもりだったんだ今。お、なんかおるやん。何？あ、ポストが動きよる。見るからにこいつだ。なんだこれ。誰？静電気を見つけた。静電気かい。あ、なんか頭に。パチン！パチン！えへ、僕に触るとピリピリしちゃうんです。頭に下敷き。よく小学生の時やりよったな。痛くしてごめんなさい。これあげるから許してくれますか？習得、空手講座を手に入れた。なぜ？いや、ありがたいけど。あ、受け取っちゃったお手紙はちゃんとポストに入れてますから。ありがとう。なんか知らんけど、心優しい子だね。ん？この辺にも、はてなが。大吉の蒔絵を手に入れた。この辺か。特に何か動いているものはない。びっくりした。ん？あ、謎の縦札かーい。
謎の立て札を見つけた。よし、次は1、不思議毒。1、帽子の形をしている。1、大好物は人の記憶。忘れん坊やったっけ？なんかそんなやつじゃなかった？ひらがなやったっけ？へえ、忘れた。わ、さしす、わす、れ。あ、なんか、スペースが空いている。わ、どこ行った？わ、ん？あっとったんか。わす、れん、はひふへほ。忘れんぼう。なんかそんな名前じゃなかった？どうよ。おっしゃ、正解。近くに妖怪サークルが出現。あ、犬が。忘れん坊持ってなかったかな、私。ちょっと犬邪魔よ。妖怪サークルに忘れん坊を呼び出すと何かが起きそうだ。忘れん坊を呼び出しますか？一応ハイにして、おらんかったらおらんかったで。さあ、どうだ？私の友達。いでよ、忘れん坊。妖怪メダル、セットオン。お、おる。何が起きる？妖怪サークルに忘れん坊を呼び出した。忘れたい記憶があるのですね。綺麗さっぱり忘れさせてあげましょう。いや、別にないですけど。友達妖怪の名前を忘れたいの？いや、大丈夫です。あ、そういうこと。あら、やめちゃうの。残念ね。何、おかんま？違うか。何これ。猫やった。ごめんね。寝よったのに起こしちゃったわ。スグのビール Z を手に入れた。身長が伸びそうな名前だな。ん？ウサピョンが歩きよる音か。よし、それじゃあ、なんかこの犬めっちゃついてきよることない？気のせいかな。気のせいか。よし。それじゃあ、どの辺行けばいいかな。さすらいそう、福北病院。まあ、じゃあ、湘潭駅博物館に戻ろっか。多分、ここのエリアから普通に行けたはず。よし、向かおう。ウサピョンはずっと走ってついてくるんやね。ごめんね、大変そうやけど。危なかった、今は危機一髪。みんなはちゃんと信号とかチェックせんといかんよ。こっちの方、あ、カンチの家のところが、一応あるんか。あ、雅台っていうところにワープすればよかったんやね。オッケーオッケー。大森山に行くには雅台にワープすれば早く行けると。あれ、こっちジャンボスライダーのとこやん。ジャンボスライダーのとこってことは、遠い？いや、でもここでいいんかな。うん、こっちでいいはず。よし、進め進め。はい、来たー。ん？なんか、あ、こんなとこに運が影響。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひょっとびでございます。運が影響が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。運が影響を使ってワープしないよう、せっかくここまで来たんだから。どこにいるの？上かーい。てか、私の姿もう見えたやろ、今。ほらほら。こんにちは。ヒューリー博士。君は、なぜここに？お願いがあって、博士を探していました。どうか一緒に来てください。博士の力を必要としている人がいるんです。正確には、人じゃないですけど。わけのわからないお願い事を。やるだに。博士、ミーたちに力を貸してほしいだに。このままじゃ、妖怪ワールドが大変なことになっちゃうだに。何を言ってるんだこいつは、としか思わんよね。って言っても聞こえないだにね。あ、そっか、ウサピョンは、見えとったってことを知らんのか。チビ。チビの今を守るために、私の力がいるということか。何？博士？
ミーのことが見えてるだに。ああ、ここでロケットを飛ばして見せてくれた時からずっと見えていたよ。黙っていてすまなかったな。おお、感動的な。きっと博士にも事情があったんだに。だからいいだに。それよりようやく言えるだに。サンキューベリーマッチだに。たくさんサンキューベリーマッチだに。ああ。ウサピョン、よかったね。でも久々に会ったチビがこんなになってさ、てんめーとか、ダニとか言うの聞いたらどう思うんやろ。改めてお願いするだに。博士、ミーたちに力を貸してほしいだに。あ、そうだった。博士のロケットの知識がどうしても必要なんです。まずは話を聞かせてくれるか。事情を聞かないと答えられない。はい。それじゃあ、調子堂に向かいながら説明します。てか、これでさ、博士はいつでも、気軽に、アメリカに帰ることができるよね。よっぽり社からので。ロケット運外使えねえじゃねえかよ。なんで使えねえんだよ、ここで。役に立たないな。あ、そっか、あの場所からだったら使えるのか。よし。直接あれを使えばいいのか。なるほどね。じゃなきゃいる意味ないじゃんね。運外鏡を使ってワープします。もうこの時点で驚いてくれないと。はい、調子堂の近くにワープ。どうよ。よし。この辺には何もいない。とりあえず探してみて。何もいなさそうだね。なんかところどころさ、鍵のマークとかついてるのが気になるんやけど。まあ、それは後回しでいっか。よし。じゃあ、調子堂へ。はい、到着。今の間に説明できたかな？よっぽり社にワープします。さあ、これで、博士もワープ経験者に。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。